はい、どうもチャンネルです。まあ今日はちょっとね、秘密記事でもちろん撮影してるんですけども、私が今これ立ち上げたのはね、Chromebook です。で、Chromebook はね、私ずーっと使っているんですけども、家ではラップトップ型の、Chromebook、そして持ち出し機はね、タブレットタイプの Chromebook、これ使ってるんですけど、ここまで来てね、ここまで、まあ、使い込んでいるとね、あんまり気にはなっていなかったんですけど、やっぱりね、便利だなと思うところがあるんですよ。っていうのは、この端末と家のラップトップの端末で、同期が楽ということなんですね。まあ、一体何の同期が楽かっていうと、まあ、簡単に言えばデータの共有ですよね。基本的にはね、Chromebook っていうのは、このファイルのね、アプリを立ち上げると左側に Google ドライブ、ここに Google ドライブあるんですけど、これを押すと、まあ、こんな感じでね、Google ドライブの内容がこのファイルアプリそのままね、反映されて共有されて出てきています。これは私の Google ドライブの内容そのまんまなんですけど、まあ、これが今この端末ではこういう風に出ていますが、もう一個の端末でもね、もちろん同じように出ます。で、これ普通の Windows でもそうなんですけど、Mac でもそうなんですけど、普通にブラウザを立ち上げてね、データをね、取りに行くためには、Google ドライブ立ち上げないといけないんですけど、これ本当にね、ローカルのファイルアプリとは同じように使えて、なおかつ、クラウド上にあるデータだというね、存在さえ気づかせないぐらい自然にデータのやり取りができるので、こういったところがね、やっぱり一番何気ないところなんだけど便利なんですよ。で、これ今こんな感じでデータの方、まあ何もしせずに閉じてしまっても、この端末自体がもうすでにね、データ通信しているのであれば、常にクラウドとね、こうやり取りしていますので、この端末自体がね、データを管理してるわけじゃないんですよ。なので、極端に言うと、この端末もし万が一ね、壊れたとしても、Google のアカウントさえちゃんとね、もう一回入れてあげれて、ログインしてやるとね、同じような環境に戻るんですね。その戻るのもね、いちいちアプリを入れ直すとか、そういったこともなく、同じ環境に自動でセットしてくれます。もちろんインターネットの環境につながっていないと、同じようにクラウド上にね、あるデータ引っ張ってきませんので、同じように、セッティングされるまでにはね、インターネットにつなぐ必要はあるんですが、ただそれでも、手間という手間はね、全くないんですよ。まあ、10分ぐらいね、置いとけば、もうすべてのデータがね、クラウド上からデータ流れてきて、同じような状態に戻りますのでね。まあ、こういったところがね、ほんと何でもないところなんですが、この Chromebook のね、一番のやっぱり便利なところだと思うんですね。Windows パソコンだと、本体をね、変えると、データをまずやり取りの、云々の前に、アプリ、ソフトウェアをね、更新する、もしくはね、インストールする手順っていうのが出てくるんですよ。それも全部、手動でね、やらないといけない。まあ、そういうことを考えると、この Chromebook のね、データのやり取りっていうのはもう、クラウド上にあるデータをね、自動で引っ張ってきてくれて、なおかつ、ログインさえ、Google のね、アカウントでログインさえしてしまえば、元のデータのまんま、復旧できる。まあ、この辺がやっぱり一番便利なとこなんじゃないかと思います。Chromebook 自体は特にね、何ができるとか、何ができないとかね、いろいろ議論に上ることたくさんあるんですけど、もうそれ以前の問題。この Chromebook というものを動かすこと自体がやっぱりね、すごい楽なんですよね。まあ、動きがね、軽快だっていうのはもちろんあるんですが、この Chromebook のね、OS 自体が、もうクラウド上につながっていれば全ての、端末を同じようにね共有してくれますので、データ自体をね、やり取りするっていうことをね意識せずにクラウドにつながっているので、データ自体はもう本当に Google ドライブにあったとしても、この端末でローカルでね
操作しているような感じで普段使いもできますのでね、まあ、その辺がやっぱりね一番便利なんじゃないかと思います。でバージョンアップがね月に1回から2回あるんですが、それも本当にね、気づかせない程度にバージョンアップしてくれます。もちろん手動でね最新最速でバージョンアップすることもできるんですが、常にインターネットにつながっていればあのデータがね更新された状態を見計らって、まあ、自動でねダウンロード、そして、まあ、パソコンと同じようにねシャットダウンしてもう一度立ち上げてやると最新のバージョンになっているというその手間もねかかりません。よくね私も Windows 使っていた時にはね意図しない時にバージョンアップの情報が来て勝手にバージョンアップされて、そんでね1時間半ずっと待っていたことも何度もありますのでね、それを考えるとこの Chromebook っていうのは何にも考えずにね、普通に使い込めるっていうのが一番のメリットなんじゃないかと思います。今こんな感じでねあのタブレットで使っていますので、このデスクトップの周りにはねアプリがガーッと出てきています。まあ、普通のラップトップ型だとここのデスクトップにはね何もなくてアプリを下からこう持ち上げてやって出てくるんですね。まあ、今回あのタブレットタイプなので普通のタブレットと同じような表示になってますけども、まあ、使い勝手はねあのそんなに変わりません。普通のタブレットと、普通のラップトップタイプの Chromebook 基本的にはこの画面にアプリが出てるか出てないかの違いぐらいなので、まあ標準的なね使い方っていうのは一緒です。で私はねタブレットを使ってる理由としてはやっぱりキーボードがない分軽く持ち運べるっていうのがね、一番の理由です。実際 Chromebook であのブログを書いている人っていうのはキーボードが必要だっていうことで、まあ、キーボードある Chromebook が多いのでね、使うとやっぱり便利だなっていうことでいろいろと記事にも上がってきます。YouTube にもねいろんな YouTube の動画ありますので、そういうのを見るとねやっぱりキーボードがあってブログ専用機になるっていうのがね一番の大きなあれなんでしょうけども、私の場合は、まあ、情報収集端末としてタブレット型で、あとはキーボードをもちろんつなげばキーボードを普通に使えますし、一番のね理由っていうのはこのブラウザーなんですね。あのブラウザーを立ち上げるとフルブラウザーで出てきます。これ普通のパソコンと同じようなブラウザーですので、あのタブレット用の表示とかねスマートフォン用の表示っていうのはないんですよ。それが一番ねやっぱり大きいなと思います。普通の Android のタブレットでもパソコン用の表示っていうのをできるんですけども、一手間かかるんですよね。であと通信の関係もあります。あの通常のこのフルブラウザでのこのブラウザの場合は、先読みっていう機能も確かあるはずなんですね。なので表示をするときにすごい早いんですよ。だけど Android のタブレットがフルブラウザの表示にしても先読み機能がないみたいなんですよね。なので本体の通信速度に依存するスピードでしか表示されないので、表示速度っていうのはねタブレット、Android のタブレットよりは、Chromebook のタブレットの方がね、Chromebook の方が早いです。そういったところでもやっぱり使い勝手的にはね、ストレスなく使い込んでおります。性能的にはね、はっきり言って低いです。本体の性能っていうのは、二昔前ぐらいの、ミドルレンジぐらいしかないはずなんですけども、それでもね、普通に使えますのでね、そういった意味でも、汎用的に、高級的に使える端末なんだなということを、まあ、改めてね、考えてみるとそんな感じかなっていう感じですね。はい、ということでね、今回はね、Chromebook、私が使っているこのタブレットと、まあ、家で使っているラップトップタイプ、一番のメリットとしては、やっぱりデータの共有、そして、OS のアップデートもね、自然にできるという、そういった手軽さ、気軽さっていうところが、最大のメリットなんじゃないでしょうか。ではまた。